Тэр сайн байцгаана уу? Та бүхэнтэйгээ дахин уулзсанаа маш их баяртай байна. Сате, Ясаши Монгол го коза но дай 6 回目。前回のカ、エルに続き、今回皆さんと一緒に学んでいきたいのは、エムとエンになります。エル、エム、エン。ちょうどアルファベットと同じ順番になりますね。文字も同じように、こう書きます。エル、エム、エン。読み方もだいたい同じですね。エムが頭につく言葉は、マルになります。日本語では、家畜ということを意味します。モンゴル語で、マルを、こう書きます。マルのエムの次に、これまで習ってきた文字であるアとエルが続きますね。ということで、エム、ア、エル、マルになります。マル、マル、マル。このように習った文字を組み合わせて読めば、わかりやすいかもしれませんね。次の文字は、エンです。エンはアルファベットの H と同じ書き方をします。多分これは日本の皆様に見慣れた文字かもしれませんが、モンゴル語で N と読みます。N が頭につく言葉は、ノンです。ノンというのは日本語で本という意味です。ノン、ノン、ノン。今回の優しいモンゴル語講座で皆さんと一緒に習ったのは M と N でしたね。M から始まるマス、マス、マス、マス。N から始まるのはノン、ノン、ノン。皆さんと一緒に学んだモンゴル語講座第6回目 M、N を私トールがお伝えしました。それでは皆さんどうもありがとうございました。またお会いしましょう。ダラテフォルツラトールバイシテー。